大事 TV 40周年スペシャルウィーク来ました。来ました。ね、40周年ですか。そうですよ、4月1日でね。うわ、40年前に開局したということでございます。ちょうど同い年ですわ。だから大事 TV さん、いや違うやろ同い年なんか一切違うやろ。多分2歳ちゃうわ。あ、2歳か。今日は清水いいですね清水急にね。あ、 LINE です。あれ、お、もさ、お、オリジナル銀シャリさん、こんにちは。エスパルス、そして第一 TV 40周年おめでとうございます。ありがとうございます。清水エスパルスの金子翔太です。出ました、金子さん。今日は私が大好きな清水をナビします。よろしくお願いします。ついにサッカー選手が憧れの、え、出ました、金子選手。本物、本物でしょ。そうなんや。そうです、もう本当未来の日本代表の可能性は全然あります。今回紹介するプランは清水でお祝いグルメ旅、記念日や験担ぎ、スペシャルな時に行きたい私のおすすめスポットを紹介します。ほんまや。あ、やっぱご存知な、やっぱサッカー選手やっぱいるのが美味しいお店。そうか、そらな、今日も期待できますよこれは。エスパルス、エスパルス、鼓動、鼓動っていう意味です、パルスはもうサッカー好きやから、はい、もうめっちゃテンション上がってる。どこ行く、何する、銀シャリの旅はナビ任せ。来ました。まずおすすめしたいのが IAI スタジアム日本平の近くにあるカプチーノさん。カプチーノさん、選手の間ではおなじみのお店で、おすすめはフォアグラ。フォアグラじゃなくてフォアグラ。これが本当大好きで、食べると元気になります。清水駅から静鉄バスで行けますよ2番乗り場で龍ヶ寺バス停に向かってください。静鉄バス危なかったフォアグラ、なんて言ってなったの。フォアグラじゃなくてフォアグラってこと。金子選手にとってのご褒美グルメフォアグラとは、2番乗り場のバスに乗って目的地へ。ここで丸ごとから LINE が。第一 TV 40周年スペシャルウィークでは視聴者に豪華商品をプレゼントします。1万円相当のプレゼントを8名様に、もらって嬉しいプレゼントを今回の旅で見つけてください。俺らだけ、いや何人かで、多分あるんちゃう、そのいろんなコーナーでプレゼントするのかな、うん、あ、曜日、まあいつかあるやんか、8540で40周年とかけとんねん。ほんまに大事 TV はすげえ、ありがとうございます。発想は素晴らしい、すごいわ本当に。これよ40年続く秘訣なんか我々ベタベタに褒められておりますが、とにかくプレゼント探しお願いします。カプチーノさん、どこにあんねん一体。カプチーノさんは、カプチーノさんよ。え、おい、ここちゃん、なになになに、見て、太陽にちょっと、ごめん、めっちゃ逆光や。あの、そうそう、だから全然見えへん、カプチーノさんが見えへんねん逆光で。神々しいぞ、神々しい。 IAI 日本平スタジアムの近くにあるカプチーノ、今年で創業46年、エスパルス発足前からある洋食店で、先輩から後輩へ伝統的に伝わったお店だそうです。よく来られるんですか、金子選手は。そうですね。はあ、他のその J リーグの選手も来たりするんですか。あと他にちなみにどなたが、フォンテセ選手とか。え、わかります。わかります、もちろんわかりますフォンテセチョンテセ選手。チョンテセ選手、チョンテセ選手、はい、何やお前チョンテセ選手ちょっと見ろ、サッカーをすいません、すごいハートのね、熱い方で。あ、そうなん。あとまだいます。あ、小野伸二選手と出ました。はい、小野伸二さんしてます。小野伸二さんと誕生日一緒です9月27日。いいっすね。あとは市川大輔選手出ました。学ランで記者会見、日本代表右サイドバックが10年安泰だと言われたんですけどね。そうですね、日本の10年右サイドバックを探さなくていい。すごいわ。俺もともとサッカー好きだったけど、一応お前それ、これレギュラーやん。ちょっとなんか週末一瞬でも J リーグ見ようとかならんか。その選手まで一番好きな選手誰なの、知ってる選手。
一番好きな、今パッて誰か何か選手誰か言ってるシジマール。あーでもいいよ、シジマールエスパルス。あ、エスパルスですか。やったよかったよかった、やった、やった、シジマールどうやったんすか。よかったよ、った、俺知ってたんや。シジマールエスパルス、よかったらたまたまエスパルスで。そんなシジマールさんも来たことがあるかもしれないカプチーノさん、気になるのは金子選手のご褒美グルメフォアグラ、果たしてその正体は。はい、すいません、こちらの方で、こちらがフォアグラになります。これがフォアグラなんですか。はい、うわ、いや、グラタンの感じですやん。はい、それちゃん、何グラタンの感じ、グラタンの感じがフォアグラ、ホワイトグラタン風ハンバーグの略。素晴らしい、うまそう。絶対好きやん。フォアグラじゃなくてホワイトグラタン風、なるほど、ね、ハンバーグ。そう、フォアグラはホワイトグラタン風ハンバーグの略。選手たちの間で親しみを込めてフォアグラと呼び合っているそうなんです。ハンバーグは厳選した国産ポーク 100% を2度引きしたものを使用、チーズにもこだわっています。うわ、速攻、速攻でうまい。このチーズもいいですね、あっさりとしたチーズ。はい、こちらハンバーグの上にはモッツァレラチーズで、周りの付け合わせの上にはゴーダーチーズという2種類のチーズを。なるほど、うまいなこれ。優しいですね。で、まだそれこそチーズの味もダンとあって、はい、めちゃめちゃうまい。あ、これめっちゃうまいな。これは選手絶対好きですわ、うん、これいいですね。まあもうずっといってまうわこれ。これをだからプレゼントっていう手もありますね。無理やろ。10食を8人。80食作らなかったんだ。10食を8人って謎のことなら。プレゼントしたいぐらいの美味しさですが、さすがにちょっと大変。ぜひお店で味わってください。ランチはいろいろついてお得です。LINE 来たで。フォアグラどうでしたか。めちゃめちゃうまいです。最高ですよね。最高です。続いておすすめするのは日本平ホテルの風紀庵。日本料理のお店で記念日などに本当におすすめです。コース料理を頼んでおきましたので味わってみてください。うわ、清水のマグロ鍋絶品ですよ。マグロ鍋すごいな。美味しそうですね。そこも有名なんですか、その風紀庵。はい、そうですね、聞いたことあります。はい、マグロ鍋、マミさんはまだ行かれたことないんですか。あら、日本平ホテル行くぞ。ね、もう歩きできる距離ですよね。いや、めちゃめちゃ遠いです。歩いてはいけないです。マジっすか。はい、交通手段聞いてない。ドリブル、ドリブルで行けるの。サッカーボールもないし。あ、ライン入ってる。あ、タクシー押さえてあります。お、うん、さすがは金子選手、気配りが完璧。エスパルス応援するタクシーで日本平ホテルへ。さん、やっぱ清水エスパルスやっぱ好きなんですか。応援してますよ。そうですよね。はい、お家にサッカーボールってあります。あ、ないです。ないです。ギターがあります。ギターがある。高校の頃はよく歌ってましたね。フォークソングの時代ってますの。はいはい、悲しくて悲しくて歌い出してお父さん。とてもやりきれない、何が覚えてんの。何で8個ドアが覚えてんの。お父さん歌をやめたんや。覚えてないから。橋本さんの歌声に酔いしれながら日本平ホテルに到着です。え、この建物ですか。ちょっとでかいね。わ、おしゃれやな。キーホルダーに使ってるな。素敵やわ。高級ホテルや。いや、すごい、やっぱうーわー、なんじゃこれ。もうすごい、ちょっとやばいよ、もう、うわ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 、もうちょっとこれはちょっと、うわ、すごすぎて、もう逆嘘みたいやな、もう絵みたいや、一枚のなあ、出た、ほんで富士山、富士山、ドセンターにあるよ、富士山が。これはね、ちょっともう、静岡独り占めみたいなもん、そうですね、これは高いぞ、はあ、まあ、格式がもう、きれい、髪の毛、硬い、富士山ですよ。
これ例えば外国のお客様とかも来られたりするときはもうワオワオっていう感じじゃないですか。これはそうですね、喜んでもうカメラ片手に写真を、はい、やっぱりこの景色がございますので皆さんこう記念の日とご利用いただくケースが多いです。やっぱめでたい感じもしますし、やっぱ運気も上がりそうなパワースポット的な感じもしますわ、うん、こんだけ。そうですね、富士山からねこうパワーをいただけるような、はい、だからでもそんなことよりよ、コース料理よ、マグロ、そうマグロ鍋っていうのめっちゃ気になってんすよ。はい、ぜひお召し上がりいただきたいと思います。ということで早速金子選手イチオシの日本料理フーキアンへ。こちらがお祝いしたい時におすすめの駿府コースのマグロ鍋。お料理は全7品、選び抜かれた旬の食材に地元静岡産の特色ある食材を厳選、極上ダイニングが楽しめます。いやいや来ました、すごいよ、どんです、これです、ね、わーコース料理、これコース料理なんですよね。はい、こちらが駿府コースマグロ鍋でございます。めちゃめちゃええよ、そして景色すごい、絶景、これ見ながら食事できる、この俺はこっちを見ながら見るのもいいぐらいなるほどね、うん、これがマグロ鍋ってことですか。はい、こちらのマグロをですね、はい、のお出汁にとさっと通していただいて、これは清水のマグロなんですか。清水港がですねマグロの最も集まる港と言われてまして、今回はメバチマグロですね、遠洋になりますけども清水港で陸揚げされたマグロを使用しております。なおさん見ていただいてです、通していただいて、うん、しゃべりながらしてよな飲んですなお前、いただきます。ゼリーみたいな食うなお前全部口に入れろ一気に、まあ、うまっ、ありがとうございます。あ、食感変わりますね。そうですね、あの本当に食感全く違うものになります。え、どれぐらい。いやほんまにもうさっともうほんのり、うん、ほんのりこう山本さんにほんのりもう任せますよ。そうそうそう、そのほんのり一貫とはね、はい、大丈夫です。ほんまにもうタイミングなんですか。このピンクとね、うん、茶色のこの絶妙な間の、いただきます。なんか食べるからなんか辛いのかな。食感がね、ほんま変わる、側がね、ちょっと歯ごたえ良くなるのよ。あ、うまいですね、中柔らかいみたいな。え、ちょっと漬けっぽいですか、なんか醤油のいい香りが。やっぱお出汁の、はい、味がこうマグロにつきますので、はい、旨味がよりコーティングされてもうとんでもない爆発してるな。柔らかい、ほんで溶けていきますよ口の中で。もう上品、うわもう出汁好きやから出汁好きなんですよ。ぜひぜひ、お前がお前方々で俺が出汁好きって言い過ぎて、お前このファンの人から出してもらったからありがとうございます。こんなほら見て、あーうまい。他にも静岡茶を練り込んだ抹茶そばがありまして、ちょっとタイミングだけお願いします。タイミング、そのどんだけ茹でていいか分かるかな。今です。あ、え、今ですか。ほんまにそうなんや。あ、おー、おいしい、上品ですね。ありがとうございます。お茶の香りも後とふわーっと最高や。めっちゃいいですね。うまい、だしもまじでうまいっすね。うわ、他にも極上な一品が。こちらはまさに美味しいものが詰まった宝石箱やーな一品。うまっうまっ、うわー、すぐうまい、想像以上。あ、食感完璧、貝の食感、あー完璧、もう全部食感違います。これジュレがまた絡んできますね。そうですね、なんもう最後はもうオールメンバーの味。オールメンバーコースで大体おいくらぐらいなんですかね。はい、ペアで13,000円。ペアでですよ、ナイスさん。なるほど。あ、でもちょうどえんちゃんこれ、言ってたプレゼント、そうですね、13,000円かける8名なんで、うん、104,000円。でも1万円相当って言ったから別にな、え、ちょっとぐらい無理なんですか、はみ出る。2万4,000円ぐらいはみ出た。いや、それはちょっときっちりしすぎてないですか。ほんまに無理なんですか。1万円までしか無理ってことですか。104,000円は無理。視聴者の皆様すいませんでした、もう無理でした。ちゃうやん、力及ばずですみませんでした。
違う、橋本さん、ちょっとこういう時におるやん、うなぎが。任すとけよ、お前。いける、正直厳しいですよね。まあ、いくら、まあ、テレビやからどうとかそういうのではないですもんね、やっぱ。そうですね。いやでもね、山本さん、そういうわけにはいかないですよね。やっぱこれを楽しみにしてるね。紙で多分なんとかね、皆さんもそれお仕事でやってる。いや、お仕事でやってるの分かってるんですけども、ちょっとなんとか1万人ねえ、なんで飛べんのお前。なんで今飛べんのお前。だから一回お客さんが来るとやっぱもう一回来たくなるところなんで、おのずとやっぱこうね、リピーターリピーターで、そのすいません、よろしくお願いします。いやいや、おい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 、よろしくお願いします。俺の土下座、俺の土下座、お願いします。わかりました、わかりました。では、あの、お願いします。今回は特別にお二人の、はい、僕、え、いいですか、1万円で、1万円で、はい、ありがとうございます。よーし、視聴者の皆様、僕が土下座をさせていただきました。ありがとうございます。ということで、2人の頑張りもあって、駿府コースマグロ鍋のランチメニューが視聴者プレゼントに決定。1万3000円のペア食事券を8名様に。応募方法は後ほどお伝えします。静岡駅から無料シャトルバスも出ていますからね。いやー、よかったっすね。最高、プレゼントも手に入れて。でも金子選手よ。金子選手、いや、金子選手の今回 そのグルメのそうナビゲート素晴らしかったですね。金子さん、ありがとうございます。本当にあります。いや、でもやっぱ会ってちょっと俺言いたいよな。いやいや、それは無理ですよね。そうですね、今練習されてる、そうちょうどね、今あの時期も時期ですので。練習でもこの辺じゃないですか、金子選手。美穂のグラウンドに、はい、あ、行ってます。これはもう会いに行きましょうね。行くぞ、行くぞ、会いに行こう。行くぞ。うわ、すげえな。でも練習場、いや確かちょっとテンション上がるわ。うわー、あるやん、でかいエスパルス。エスパルス、あれ、ちょっと待って、うん、大丈夫か、あれ、え、本日ほんまや、本日非公開やん。え、マジで、もうこれ無理や、これは一番怒られるやつや。あかんの、ちょっとでも撮ったら。え、マジか、もうこれも撮るシエとかブチ切れるから、非公開言ってるやろ。あ、でもどなたかいてるで。これ怒られるって。すいません、これあかんねんて。どうしました。あ、すいません、銀シャリと申します。あ、どうもどうも、銀シャリ丸ごとという番組でございます。はいはい、お世話になってます。あ、すいません、え、本日非公開。非公開ですね。そうなんですよ、これダメですよ。もう試合が近いので。マジっすか、そこはあえて丸ごとだけに公開っていうのは。いやー、ちょっと、ちょっとでも、どういったご用意。あ、そうなんです、はい、金子選手にちょっと今日お世話になりまして、ナビゲート、はい、金子選手だけちょっとご挨拶もしできればなっていう。そうなんですよ、はい。たらちょうど先ほど練習終わったんで、はいはい、まあ大杉さんも40周年ということですので。よくご存じ。もう本当話が早いです。ということで、なんとか会えることに。あ、え、うわ、来たよ、マジっすか。金子さん、すみません、本当に。いや、今日は非公開です。いや、すみません、金子さん。いやいや、あ、練習はそうなんですけど、金子さん、大事な時期にもかかわらず、金子選手とようやく対面。うなぎさんからお礼のプレゼントが。お返しに行っといて何なんですけども、はいはい、ちょっとですね、ちょっと幸運というか、こう、そうなんですよ、ラッキー訪れますよ。ベンチにも置いてほしいぐらいのお守り的な、お守り的なのをちょっと色紙に書いてきたんでね。すごい期待感が、はい、あ、本当ですか、はい、あります。はい、こちらですね、シジマールさん。シジマールさん、確かに大活躍でしたけど、皆さん頑張ってと、次の試合で僕の手荷物に。本当ですか。はい、ちょっとお守りとして、はい、ロッカーに。もうですか、マジですか。これがもう今後のエスパルスの上昇のきっかけになればなと。ほんまね、こういうのって本当わかんないですもんね。いや、わかんないです、本当に。何がきっかけか。試合後もこう、あ、それ最高ですね。いや、それ最高です、それ。お願いしますよ、それ本当に。言いましたね。大変なことになります、なんか。